ヤフーの里山です。私の方からはですね、 Firebase Update from IO17 ってことで、まあ、Google IO の、まあ、Firebase を中心としたアップデート周りの話をさせていただこうと思うんですけど、まあ、私自身4日ぐらい前にアメリカから帰ってきたのと、あの Firebase 自体だいぶデータ溜まってないと検証なかなかできないので、かなりあっさり味の説明になりますというところで、ちょっとご了承いただければなと思います。はい、私の自己紹介です。里山と申します。ヤフー株式会社メディアカンパニー検索事業本部というところで、一応エンジニアという肩書きですけれども、ヤフーブラウザーというブラウザーアプリであったり、あといくつかのアプリのプロダクトマネージャーをやってます。第6代アンドロイドアプリクロービーということで、まあ、社内外に対して、技術ブランディングだったり、技術アンドロイド技術をどう、会社で生かしていくかというのを一緒に考えたりということを、やっています。でも経歴としましては、まあ、SIR をやった後 IT コンサルやって、サイバージェント DNA ヤフーということで、りかし直近はアンドロイド畑で、やってきております。主な活動としては渋谷 APK という、Android コミュニティの運営をやっていたり、もっと前で言うと、日本 Android の会で ABC の運営なども、3年ぐらいやってたりしました。まあ、著書とかは、昨年、クロビエンジニアが教えるプロの技術 Android 開発の教科書というのを、5人で共著で出しています。あとは Yahoo Japan のテックブログの執筆などを、定期的にやったりしております。はい、で、まあ、Google IO 2017なんですけれども、まあ、概要としましては5月17日から19日3日間にわたって行われましたと。で、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけど、大きなキーワードとしてモバイルファースト to AI ファーストということで、まあ、Android を中心としたモバイルの攻め方から、機械学習をベースにした AI の攻め方にだいぶ変わってきたのかなと。で、まあ、利用者のコンテキストを理解して適切なタイミングで情報表示っていうところで、Google アシスタントなどの、AI ベースの、ソリューションを、積極的に打ち出してきていると。で、まあ、将来的にはデバイスっていう概念も、なくなるのを前提にやられているようです。いくつか写真撮ってきたんですけれども、これが、まあ、会場の、マウンテンビューの、ショーラインシアターアンフィシアターですね。はい、まあ、野外会場で Google さんの目の前にあるんですけれども、まあ、こんな感じで基調講演はかなり多くの7000人以上の人が集まったと聞いています。まあ、右下とかはですね、朝ごはんの列でコーヒーとかドーナツとかを、ただで配ってくれるんで、まあ、食べるんですけど3日間だと味飽きちゃう感じですね。はい、私結構前の方に座れたんですけども、ピチャイさんが実際に、出てきて、話すると、まあ、結構皆さん興奮して、写真バシバシと撮ったような感じでやっています。で、これがモバイルファーストと AI ファーストということで、まあ、5月2日くらいに Google さんにはピチャイさんからメールで、今年はこれでいくよみたいな話があったようで、このテーマで、進んできたという感じですかね。はい、まあ、Android については今 O のデベロッパープレビューが出てるんで、まあ、そのあたりを、中心に、セッションがいくつか組まれていましたというところと、まあ、これが一番結構わーっとなったのが、やっぱりコトリンが標準言語としてサポートされたっていうところになります。と、結構 TensorFlow Lite もモバイル端末に TensorFlow の TPU を組み込めるということで、より、来年再来年になると AI のソリューションが強くなってくるのかなと思っています。
あとデイドリーム、そんなにセッションはなかったんですけども、デイドリームだったり、あと単語と Google マップを組み合わせて、部屋の中での位置情報みたいなのをしっかり、可視化するみたいなプロジェクトも進んでいて、まあもうモバイルの時代が終わりかけてる中で、次っていうのを、模索してるっていう形を受けました。あとはセッションだけじゃなくてですね、実際左側はマシンラーニングとかファイアベースの、展示をしてたりとかですね、あと右側がコードラボで実際にコードを書いて学ぶ場があったりとか、あとお土産のストアがあったりとかっていう形で、結構全体的にお祭りみたいな感じで、すごく楽しい、居心地がいい場所でした。で夜になるとなんかゲーセンみたいな感じになって、右下とかこれ卓球台なんですけど、世界中の開発者も混ざり合って次折れた次折れたみたいな感じで卓球に勤しんでたりとか、上のラジカセはなんか夜になるとその上でなんか誰かがライブしてたりとかみたいなことがありました。はい、でまあ IO 全体でいうとこういうキーワードが、割とあったんですけれども、Android O とかに関しても、なんか大きな変更というよりはかなり地味な修正が多いんですけど、その中でもまあ裏側で電池持ちを良くしたりとか、というところでこうユーザーの利便性を図ろうとしている動きが見えるというのと、あと例えば、あれですね、アップショートカッツの、パワーアップみたいな形で、アイコンにランチャーアイコンにバッチがついて、それを長押しするとそこで通知が見れたりみたいなところで、どうにかしてこうアプリを起動させるっていう動線をどうやって増やすかっていうところを、Google さんはすごく頑張ってきてるんじゃないかなっていうのを、印象に受けました。長らく放置されてたウィジェットのを、アプリの方から、ホーム画面に設置するようなメソッドも追加されたりとかしていて、どうにかしていろんなアプリを使ってほしいんだろうなっていうのがすごく印象的ですね。あとはまあアクションズオングーグルとかは、Android とは関係ないんですけれども、Google アシスタントの裏側のエコシステムであったり、あとそうですね、Android モデルのアーキテクチャコンポーネンツっていうのが、まあ、ライブラリーとして設計手法を割ともう固定化というかベストプラクティスを出してきたなっていうような形のライブラリで出してきていて、すごくこれからみんなガシガシ書いていくって感じがします。で Google レンズとかも結構すごかったですね。はい、とフラッターとかも、Web と iOS と Android のアプリを一つのコードで書けるといったようなところもあって、すごくこれから興味深いところかなと思いました。はい、ということで Firebase なんですけれども、まあ、軽くおさらいをしておくと、 Firebase は2014年に Google さんが買収した、Mverse ですね、モバイルバックエンドアザーサービスということで、昨年までに、Firebase に入っている機能としては、アナリティクス、まあ、分析ソリューションだったり、FCM、まあ、Firebase クラウドメッセージングですけれども、まあ、GCM 3.0 をそのまま、アナリティクスじゃないですね、すみません、Firebase にインポートしたものなんですけれども、アナリティクスと一緒に使うことで、まあ、セグメンテーションを分けたユーザー層にプッシュできたりとかというところがすごく便利なのかなと。で、OS かソーシャル連携機能で、リモートコンフィグみたいなところが、クラウド側に設定値を持って、クラウド側で切り替えることで、アプリをリリースしなくても設定値が変わるであったり、あとダイナミックリンクとかは、ディープリンクを作成して、そのアプリがインストールされてなかったら、ストアに誘導とかいうリンクを作れたりとか、というところとかですかね、あとテストラボ、クラウドストレージ、リアルタイムデータベース、あとモブとかアドワーズの連携みたいなところが昨年までに出てたので、まあ、これだけでもかなり統合されたソリューションとして、皆さんにすごく使ってもらっているっていう状況だと思います。で今回 Google I/O で出てきた中で一つのテーマが、Firebase とパブリックの、合体みたいなところになるのかなと思います。
でパブリックっていうのは、ツイッター社の、Mverse で、まあ、クラッシュリティクスっていう、まあ、クラッシュ分析ツールが一番有名かと思うんですけれども、そこを持ってるツイッター社から2017年1月に、Google さんが買いましたと。で、まあ、それから Google IO まで4ヶ月しかなかったんですけども、結構統合に向けて一生懸命進んできてるっていうイメージを受けました。でそのうちの一つが、DIGITS っていうもので、電話番号認証、まあ、LINE とかインストールすると電話番号で SMS 認証を行うと思うんですけども、あれをソリューションとして提供していて、そこがもうすでに Firebase Host っていう中に、入っている。で、DIGITS 自体は、もう2017年の9月30日にはもう、廃止ということで移行をすでに促しているっていう状態になっています。でクラッシュリティクスの方はですね、話にセッションの中で言ってたのは、今後数ヶ月で移行される予定と。で、まあ、相当データ量はあると思うんで、あとなんかデータベースのスキーマとかの形も違うと思うんで、すごい大変なんだろうなっていうのは想像に難くないんですけれども、まあ、移行して統合していくと。で、Firebase 自体にもクラッシュリポーティングっていう機能があるんですけれども、話だと、現状まだ統合されてない現状だとクラッシュリティクス使うのをおすすめしますということでした。で、ファーストレーンっていうのが、まあ、ビルドとかテストとかデプロイを行うためのタスクランナーなんですけれども、まあ、ここについては軽く触れたぐらいですかね。まあ、数多くのタスクが OSS で公開されているんで、まあ、そこを追いかけてねみたいなことだけを言ってたんで、まあ、放置というかいい意味で OSS として、育てていくっていう、そのまま育てていくっていう感じなんだろうなと思いました。でもう一個、次のアップデートが Firebase パフォーマンスモニタリングということで、アプリのパフォーマンス特性を把握するためのツールで、例えばこの画面だと左下とかにあるんですけど、ネットワークレイテンシー、レスポンスレイテンシーって書いてあるんですけど、まあ、地図上でどの辺の国とか都市が、ネットワークこんな遅いよとか、キャリア別にも出たりとかするみたいなんで、割と細かく、取れるのかなと。で、もうすでに SDK が提供されていまして、Android Studio で Tools の Firebase っていうと Firebase Assistant っていうのが右側に、出てくるんですけども、ここからログインしてもらって、プロジェクトレベルのビルドグレードルに、J センターがあるのを確認した上でプラグインを入れて、モジュールレベルのビルドグレードルでそれを使うと。で、ディペンデンシーズにも、Firebase プリフっていうのを、入れれば、基本的には、デフォルトの数字は取れると。でさらにカスタムで何かパフォーマンスの数字取りたいという時はさらに実装すれば追加で取れるっていうことだそうです。すいません、舐めるだけぐらいしかできないですね。検証はできないです。で、あとは次クラウドファンクションズ4 Firebase というところで、これもすごく面白いんですけれども、GCP の方にクラウドファンクションズってあって、その Firebase 版ですけど、 Firebase 版となったらやっぱり何かしらのツールと連携っていうのが基本になるんですけれども、まあ、クラウドファンクションズ自体は Node.js で書いてサーバーにデプロイしておくと、何かのトリガーで、機能が動くっていうものになるんですけれども、例えば、リアルタイムデータベースが、にインサートが起こったような、タイミングで、ノーティフィケーションを発動させるみたいなのをサーバーサイドで動かすことができると。そうすることで、チャットアプリのようなものが、サーバーを持たなくても、作ることができるというところで、まあ、いろんな多分ものが作れるなと思ってすごく未来を感じてるんですけれども、サンプルも、GitHub の方に大量にあったんで、覗いてみると少し面白いかなと思います。
で、まあ、クラウドファンクションでちょっと余談になるんですけども、アクションズオン Google、 その Google アシスタントの裏側のアプリ作るものも、基本的にはクラウドファンクション推奨で、作りますと。で、この図だと、左が Google ホームで、その次は Google アシスタントのサービスですね。でそこから、AI とか API の機能を提供する API AI というのを Google さんが買収しているプラットフォームがあるんですけれども、まあ、そこに行って1回受けて、そこから何かバックエンドで処理をしたいところを GCP の、クラウドファンクションに、がフックすると。右から2番目ですね。で、機能を返すみたいなことを、することで、簡単にあのノード JS をアップするだけでサーバーレスでアシスタントアプリも作れちゃうみたいなことも、話していたので、まあ、基本クラウドファンクションでいろんなことができるという感じになってます。で、次のアップデートが Firebase Analytics の新機能というところですね。Firebase Analytics は今回から、Google Analytics を Firebase と名前が変わりました。で、まあ、Google Analytics ブランドに統一することで、まあ、あの共通の機能をちゃんと実装しようよとか、Google Analytics として本当の、なんですかね、そのアナリティクス機能を、ちゃんと力入れてるんだよっていうのを意思表明するためだそうです。で、新しく入ったのが一つがストリームビューっていうレポート機能で、アプリレポートに送られてくるイベントを、まあ、都市レベルで、可視化するっていうツールになってますと。でさらにそれをこう細かく読んでみていくと、ユーザースナップショットっていうのが見れるようになりますと。で直近なんか説明を読むと、直近何分以内に、そのアップログをアップデートした人の中からランダムなのか一番近いのかわからないですけど、ランダムって書いてるところもありました。それをあのそのユーザーのログを取ってきて、時間軸でその人はどういうイベントをアプリ内でやってるかっていうのを、細かく見れる。ただその人を追跡しちゃうとダメなんで、 あくまでもランダムに抽出されるっていう形だそうです。あとはデバッグビューということで、まあ、あのアナリティクスでログ機能がどんどん強くなっていくんで、まあ、ログ確認するためのツールですね。その、 意図した通りにログが取れてるかを、確認するビューというのが、追加されました。で、あと、カスタムイベントパラメータをレポート表示する機能ということで、まあ、アプリ内のイベントっていうのをログで取るときに、それまで、まあ、ログを取っていても、今まではビッグクエリーで集計するしかやり方がなかったんですけれども、任意のイベントパラメーターだと50個までは、集計してダッシュボードに表示できるっていうことになりました。まあ、数値型かテキスト型かっていうところで表示できる。であとはアドモブとの完全な統合ということで、アプリ分析機能とアドモブが統合されます。で例えば、まあ、アドモブで取れるのって収益だったり、広告のインプレッションだったりクリックだったり、まあ、それで結果のコストってコンバージョンだったりすると思うんですけれども、そこのデータがアプリのイベントデータと結びつけられるということで、例えば広告収益と、購入収益を含めた本当のそのアプリのライフタイムバリューだったり、ライフタイムバリューとは障害価値ですね。そのアプリ1個でいくら稼ぐのかみたいなことですね。あとユーザーに、特に多く広告を表示している、アプリ内の画面はどれかであったり、あとリワード広告が、ユーザーのエンゲージメントとか、ライフタイムバリューにどう響くか、まあ、リワード広告経由で来た人の方が継続率が高いかどうかみたいな、そういったところも、掛け合わせることで分析ができるようになるといったところがありました。はい、その他も含めてアナリティクス自体は非常に連携先が増えた印象があって、多分右半分ぐらいは全部新しく新
新しいくらいだったと思うんですけれども、あと右下の、まあ、ダブルクリックとの連携というのは、まあ、ダブルクリックというのはあの広告の、Google さんがだいぶ前に買収したんですけれども、Google、あの広告の、競りを行うマーケットプレイスみたいなところなんですけれども、広告を出す、要求が来た時にそのリアルタイムで、競りが行われて、そこで、勝った広告主が広告を出せるみたいな、そういうところとアナリティクスが連動することで、どんな金額で出して、どういう特性のユーザーに、使われるかみたいなところが分析できるということになります。じゃあ他にアップデートで言うと、Firebase Alpha プログラムっていうところで、新規機能への早期アクセスプログラムっていうのが走り始めていますと、登録すれば使えるようになりますっていうところで、まあ、大きめのアプリだとあれなんですけども、こっちのアプリとかで最初アクセスしといて、使えそうだったら提案するっていう感じがいいんじゃないかなと思います。はい、あとは Firebase SDK のオープンソース化っていうのも非常に大きいですね。これだけやっぱりいろんなデータ取っちゃうんで、ちょっと中身見たいなってみんな思ってたと思うんですけど、オープンソース化されることで、なんか、じゃあこれカスタマイズして、会社で使いましょうみたいな提案しやすくなるのかなって勝手に思いました。はい、あとは、Google さんがよく最近ユーダシティっていう教育プログラムの方で、いくつか Android アプリの開発のビデオとか流してるんですけども、そこに Firebase の、プログラムが追加されました。で、まあ、チャットアプリ作るって書いてるんで、まあ、さっき言ったリアルタイムデータベースとファンクションズで何か作るのかなと思ってます。はい。超早いですね。まとめになってしまう。まとめですけれども、まあ、Firebase 実績を、まあ、1年間、去年の Google IO で大々的に発表されてから1年間がっつり実績踏まえた上で、着実な機能向上してるなという印象を受けました。で、まあ、クラッシュのレポーティングとかちょっと弱いんじゃないかなって思ってたので、パブリックのジョインでだいぶ不足分を補う形のアップデートできたんじゃないかなと思う、できるんじゃないかなと思ってます。で、あとアナリティクスの連携先が大幅に増えたので、アナリティクスを中心に、これからはPDCA 回していくみたいなところが多くなるのかなと思っています。やっぱりアプリがもうそんなに出せば伸びる時代じゃなくなったので、その辺考えても、着実にこう分析して機能追加を考えていくっていうのが非常に、大事になってくるので、その辺のプラットフォームとして有望なんじゃないかなと思っています。で、まあ、クラウドファンクションとか含めてサーバーレスの開発がだいぶ可能になってきているので、個人でもすごく面白くて大規模なアプリっていうのが、作れるといいなと思っています。あと広告周りとの連携によって収益やユーザー獲得の掘り下げができて、より意思決定しやすいプラットフォームになるのかなと。その一方でですね、何かしらも SDK を入れれば勝手にデータ取れるよっていうのがだいぶ増えてきてしまっていて、ちょっとそのデータの利用範囲もかなり不明なものも多い気がしています。で、なので例えばユーザー情報をリアルタイムデータベース使おうって言って、ユーザー情報を勝手に突っ込んでたけど、自分の会社のプライバシーポリシー上本当は、第三者に乗っけないみたいなこと書いてあるあったらやっぱりダメだと思うんで、その辺利用規約とちゃんと一回見比べて、ちゃんと自分たちの利用規約に合った形で使うようにしないと、ちょっとみんなこうみんなわーって言って、みんなこうユーザーの情報をないがしろにしてましたってなる世界が来るとちょっと怖いかなと個人的には思っております。で、私たちの働いているヤフーもですね、なかなかその
ユーザーに Firebase を使うにあたってちゃんとユーザーあの Google に載せていいデータと載せていけないデータっていうのはすごくあの厳しく選別されていたりします。なのであの使って基本的に使っちゃダメな数字も Firebase の中にもあったりしてですね、あのその分ちょっと制限として苦しいところはあるんですけども、今回のアップデート見てやっぱりその辺しっかりしないと、ダメなのかなと思いました、はい、ということでどうしようどうしようと思って20分も早く終わって全体に動かしてないんですけどはい、終わってしまいました、すいません佐藤山さんに、拍手を